飲み物の違いをよく分かっていないようで、キャンプ中シークワーサージュースをひたすらオレンジジュースだと思い飲んでいました。さらには自販機で同じミルクティーをどちらを買おうか悩み続けていました。ピョンチャンオリンピックで初めて冬季オリンピックの存在を知ります。ちなみにピョンチャンはウサギの名前だと思っていたとのこと。年始の練習でチームメイトに良いお年をと発言、試合終了後にファンにサインを求められ、一人一人にすいません今日実家に帰らないといけないので帰らせてくださいと丁重に断り、結局時間をかけてしまいます。